こんにちは、永田です。今回はシーンの中に入っているデイジーっていうブランドがあるんですけど、そのブランドのみでゲットしたアイテムをご紹介していこうと思います。はい、ではまず1着目なんですけど、1着目今私が着てる、デイジーソリッドラウンドネッククロップシャツっていうものなんですけど、ちょっとここに画像を出しておきますね。なんかこれは741円ストレッチの効いたアイテムです。で、私はサイズはサイズ L を購入しています。なんかあんまりぴったりしすぎて、私多分人より肩幅かなり広いタイプなので、変に見えちゃうの嫌だなと思って L サイズを、くびれよりちょい下くらいの着用している動画は後で載せさせてください。レタストリムシアーメッシュというものなんですけど、こういうシアーなめちゃくちゃ透け感のある、これもちょっと短めのトップスですね。これも L サイズを購入しました。これはね、結構着てみたら本当に透け透けだったので、割となんだろう、中に着て恥ずかしくないキャミソールとかで合わせる、もしくはこういう T シャツとかと合わせて着るのがいいかなと思います。雰囲気変わってまたコーディネートが楽しくなりそうな一つのアイテムです。なんかワンピースの上、違う、ワンピースのインナーとして着たりとか、なんかそこまでなんだろうな、キャミソール透けても恥ずかしくないようなやつとかだったら合わせやすいと思います。すごい可愛い、シャーリングバックフリルトリムクロップキャミトップ、これですね。パッド付きのキャミソールです。これ結構短めなので、なんだろうな、透け感というか透けても大丈夫なデザインというか、なんか可愛いです。なんか夏場はキャミソールでこう結構長めだとインしなきゃいけないとか、出してても可愛いお洋服はあると思うんですけど、インしなきゃいけないなとかって思ったりすると結構お洋服選ぶと思うので、こういう短めのカップ付きキャミは結構好きでいろいろ持ってます。でもめっちゃ可愛いし、透けても全然恥ずかしくないデザインだと思うので、夏のインナーにはぴったりだと思います。で、続いてはこの中に着てる白 T の色違いのグレーですね。クロップ丈の T シャツ、名前がソリッドラウンドネッククロップシャツ。これはね、色の配色が黒、白、グレー、ダークグレー、あ、違う、ミントグリーンだ、ミントグリーン、これがダークグレーで829円、私は L サイズです。なんかこれも結構使えそうだなと思って買ってみました。私ね、あんまり正直グレー似合わないんですけど、なんかちょっと冒険として買ってみました。なんかそういう気分だったのかわかんないですけど、私今回ポロシャツっぽいもの結構買ってて、それもね、編み編みのデザインになってるポロシャツなんですけど、ホロアウトキャミソールなしドロップショルダー T シャツ1452円。これもドロップショルダーなので身幅が結構広めで、肩が落ちるデザインになってて、スケスケで少しだけクロップ丈なので少し短めのデザインになってます。これも可愛いです。ハーフボタンリブニットタンクトップ、ハーフボタンのタンクトップですね。これは私の好きなこの肩紐が割と外側にあるタイプのタンクトップだったので、夏重宝するんじゃないかな。ハイウエストのボトムとかスカートとか合わせて、これで合わせて着るのが楽しみです。で、続いてはセットアップになるんですけど、 V ネックの複数型のトップスと同じ素材のショートパンツのセットアップになるんですけど、文字パッチ付きディティールニットトップス&ドローストリングウエストニットショーツ2933円。私は多分ね、大体 M か L を買ってると思うので、これはサイズ L ですね。で、今ちょっとショーツは履いちゃってるんですけど、なんかサマーニット的な感覚で着れそうなボックスタイプのトップスのセットアップです。すごい可愛い。けどなんかこれ1枚できたら、私なんか顔が貧相に、ベージュの V ネックがなんか多分あんまり顔に合ってないのか、結構貧相に見えちゃったので、中に白 T とか着て合わせて首元に色味が来るように着ようと思ってます。で、続いてソリッドリブニットクロップキャミトップ、これも今着用しちゃってるんですけど、ここに画像を出しておきますね。これはなんていうのかな、筒型になってて肩紐がついてるパッド付きの白いキャミソールです。で、割と丈も短めなので、ハイウエストのトップスとか合わせるときに透け感が気になるようなトップスとかを着るときに
めっちゃ重宝している、実際にもう何度も着用しちゃってるんですけど、結構重宝するキャミソールだなと思います。でこれはワンサイズで558円です。で続いて黒のカーディガンなんですけど、結構薄手の、竹袖長めのカーディガンなんですが、これは夏場冷房がきついところにいるときに羽織る用とか、日差しがきついときに羽織る用とかにいいなと思って選びました。でこれはバッドウィングスリーブオープンフロントコートのカラーはブラックで、3色展開、アプリコットとライラックパープルのブラックの3色展開で1001円、 L サイズですね。自分がやっぱり大きい人間だということを自負しているので、だいたい M か L を買っています。ワンサイズ買うのが怖いです。ワンサイズフリーサイズとか買うの怖いです。はい、でこれはねもう実際もう会社に持ってって寒い時に羽織ったりとかしてるんですけど、薄手でかつサラサラしているのでベタつかなくてすごく重宝しています。続いて同じようなものを買ったんですが、これは丈が超短いタイプの長袖の、これはサイズ XL ですね。めちゃくちゃ大きめを買いましたね。ドロップショルダースーパークロップトップ、これはブラックとホワイトの2色で、私は今回ホワイトを購入しました。これはねさっき合わせたこれの上とかでも可愛いんじゃないかなと思ったので、なんかこれ系はね何かしら使えると思うので、ボートネックっぽくなってて首が広く横に広げてるタイプです。で袖も長めなのでね結構可愛く着れると思います。で続いてこの緑と白のストライプの大きめのデザインの T シャツを購入しました。ストライプドロップショルダー T シャツの1259円のサイズがもう多分大きいのだろうなと思うんですが L サイズですね。なんかショートパンツとかと合わせても可愛いと思うので選びました。なんか髪が青くなってから緑のアイテムとか青のアイテムとかすごく好きでよく選んでしまいます。これは割と色が薄めだし結構挑戦しやすい色なのかなってなんとなく思ってます。で続いてこちらショートパンツ、レジャーもしくはパジャマにしやすそうなパンツだなと思って選んだんですけど、ソリッド腰ポケットショートパンツ1329円、これも L サイズなんじゃないかな、うん L です、を購入しました。割とカジュアルに履けるタイプのショートパンツです。でさっきのボーダーと合わせてもいいと思うし、このゆるゆる T シャツで、これ何色なんだっけ、ダスティーブルーですね。ゆるゆるの T シャツ、これも L サイズじゃないかな、うん L サイズですね、の T シャツと合わせて着れたらいいなと思いました。でこれはどっちかっていうと私はパジャマ的な部屋着的な感覚で購入しました。で続いてこれですね、またポロシャツ、これはボタンのついてないタイプのポロシャツ、ニットポロシャツですね。ラグランスリーブニットトップスのブルーの L サイズです。なんか結構可愛いんじゃないかなと思って、可愛く着れるんじゃないかなと思って選びました。なんかあんまりこういうの持ってないからね、着てみたいなという気持ちも込めて選びました。で今回結構短めのトップスを結構買ってるんですけど、まあ、グレーは似合わないと先ほどもお伝えしたんですが、グレーの T シャツで首がね詰まってるわけじゃなくて結構開いてるタイプのグレーのクロップド T シャツですね。シームフロントレタストリムクロップシャツのグレーです。721円、これも L サイズだと思います。 XL ですXL なんですけど、多分私の体型だと肩幅はぴったりくらいに、なんかちょっと試してきた時はなりました。 XL なんだ、やっぱみんなピチピチで着ているの、それともすごく痩せているので、続いてこれもポロシャツなんですけど、中央にジップがついていてクロップド丈のポロシャツです。ハーフジップになっているので、まあ、開けても閉めても可愛く着れるんじゃないかなと思います。ブラックだから何でも合わせやすいしね、クロップド丈なので、これも L サイズですね。ワッフルニット4分の1ジッパーティー、価格は1390円、 L サイズです。はい、はい、では続いてなんかちょっと派手なカエルっぽい配色の、これもクロップド T シャツですね。これ今回買ったクロップド T シャツの中で一番短かったです。シワ模様プリントクロップシャツ885円で、多分これも、あ、もしかして L じゃなくて M とかなのかな、あ、L だわ、 L でした。これでも着れるかな、どうかな、ちょっとなんかめちゃくちゃカジュアルな感じにはなりそうなんですけど、でも形がすごい可愛かったです。
で続いてソリッドキャミトップ、これもキャミソールなんですけど、こう V に開いてるタイプ でここがベロアの素材になってます。サイズが、あ、これも L サイズですね。 L サイズなんですけど、結構キャミソールなんだから M サイズにすればよかったって若干後悔はしてるんですけど、これもね、重ね着したりとか上に合わせたりとかするのに着やすそうだなと思って選びました。これショートパンツですね。黒のショートパンツで、ここにタックが2個くらい入ってます。これがスラントポケットフォルドプリーツショートパンツ、カラーはブラックの L サイズなんじゃないかな。 L サイズ、あ、XL サイズでございました。お尻が大きいので XL サイズでございます。で最後ですね、これもまたショートパンツなんですけど、さっきのとはまた素材が違うタイプのショートパンツです。これがヒダディティールウエスト、あ、ヒダディティールハイウエストショートパンツ、1711円。これも XL なんじゃないかな。あ、L、 こちらは L サイズでございました。年齢に抗ってショートパンツも履いていきたい、そんなに痩せてないけどショートパンツも履いていきたいという私の意気込みが現れているのではないでしょうか。痩せたいです。なんかでも結構コメントとかで痩せたねっていうコメントをいただいたんですけど、去年の年末くらいから痩せてそれをキープしているような感じなので、でかつ多分体重で言うとそんな痩せてないんですよ。で私多分体型が結構なんていうの、骨太系、がっしり骨太系なので、そんなに肉がついてないように見えるかもしれないんですけど、結構そんな体重っていう感じなので、ちょっとまだ痩せないとなっていう感じです。あと5キロくらい痩せれたら、なんか水着姿とかでインスタグラムに写真載せられたらいいなーって思ったりしてます。はいで、今回もクーポンコードが発行されてます。なので概要欄からクーポンコードをチェックしてみてください。でこのね、クーポンコードの使用期限が今回もあって、この動画が上がっているこの日から、今回は結構長めで9月30日までとなっております。なので気になる方はぜひ概要欄から、で今回は前回の動画とは違って概要欄に載せている商品ごとに今回紹介しているので、参考になったら嬉しいです。では今回も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、 Twitter、Instagram のフォローもお待ちしております。永田でした。まつげパーマしたい、まつげパーマしたいです。